S.E.A. 遠い呼び声の彼方へは、竹光徹が民主音楽協会の移植により1980年に作曲したバイオリンと還元楽のための作品。第29回オダカ賞を受賞した。タイトルは、ジェームズ・ジョイスの小説、フィネガンズ・ウェイクの最後のパラグラフファー・コールズ・カミング・ファーから取られている。竹光は、ダブリン市を流れる。 リフィー川が海に入る光景のイメージから、バイオリンが、調整の海に流れ込んでいく音楽を構想した。海を表すモチーフが重要な役割を果たしており、このモチーフは、翌年の、ア・ウェイ・アローン、海へにも用いられている。竹光徹の音楽の著者ピーター・バートは本作品について、アルバンベルクのバイオリン競争曲からの影響を指摘している。初演は、 同年の5月24日に行われた、民音現代作曲家音楽祭において、アイダカバフィアンのバイオリン、小高忠明の指揮、東京都交響楽団の演奏で行われた、娘の竹光真希に検定。約15分。独創バイオリン、フルート3ショット社のスコアによる、曲は海を表す上行型のモチーフによる、音名、SEA が用いられている。 ある定界を経てから、気温を歯に持つ主流へと進んでいく。ありがとうございます。